九州から上野の駅までずっと泣き通しでよ。参ったなおい。お兄ちゃん行った。いいよいいよ、わけ後でいいからさ、剥がせ剥がせ、早く急いでどんどん取れ。おい、さくらちゃん、昼飯まだかい。お兄ちゃん、みんなが忙しい時は少しぐらい手伝ったらどうなの。どういたどういたどういた。何やってたんだ俺が。例えば子守をするとかさ。冗談じゃないよお前、俺が子守なんかできるわけないよね。だってお兄ちゃんが連れてきた子でしょ。あんたにはね、情愛ってもんが欠けてんだよ。欠けてるかね、上等だよ、他人様の子だもんな。なんて言い方するの。ほっとけほっとけ、こいつには父親になる資格なんかねえんだ。けなりたくねえよそんなもんには。どっか面白いとこ行って遊んでくれよ。こんにちは。こんにちは。やっぱりここだったわ。昨夜伺ってたもんですから。ああどうも。昨夜はお世話様でした。いかが赤ちゃんの様子は。もうすっかり。おいちゃんおばちゃん。おいちゃんおばちゃん。はい。病院の看護師さん。病院の看護師さん。いつも噂してる。まあまあ。いつもうちの者がお世話様になりまして。今日またわざわざ。いえ、夜勤明けでね、家へ帰る途中なんです。金町まで買い物に寄ったもんですから。そうですか。本当によく来てくださいました。あの、おかげさまで今朝ミルクをよく飲みまして。はい、そうよかったわ。少し痩せてるから心配しなくて。大丈夫ね。よかったわね、元気になって。あとお父ちゃんも母ちゃんもいないのね、かわいそうに。さくら、あ、赤ん坊どうもありがとう。俺が抱こうか、いつものように。さ、あの、私の兄です。